去年11月、創部18年目にして初めて九州大会で優勝し、甲子園出場を決めた部員61人全員が県内出身の熊本国府。チームを率いる山田裕貴監督は、低反発バットの導入が決まった2年前からチーム作りを始めていました。見越して守備練習を積ませたので、はい、そうなるよと、君たちが3年生になった時にはそういう野球になるんだと、私としてはもうこの春からっていうのはすごくこう我々が目指してきた野球がいよいよ始まるなという。守って勝つ、打球が飛ばなくなれば守備が一番大事になると部員に話してきたといいます。そのためチームの全体練習は8割が守備練習。残り2割の打撃練習でもランナーを置いてさまざまなシチュエーションを作り、守備の連携を磨いています。九州大会の決勝戦では奪った27個のアウトのうち15個が内野ゴロ。山田監督の方針が色濃く出た結果だと野田主将は話します。練習の時からこう守備に関しては特にこうピリついた空気で練習に取り組めているので、それがこう九州大会であったりそういったところでいいプレーができた要因になったのかなというふうに感じています。しかし守るだけでは勝てない、最低限の攻撃力、得点方法は必要です。ワンヒットで返す、あるいは犠牲フライで返す、長打で1本打ってくれっていう野球ではなくて、もう2人3人がかりで1点を取るっていうような取り方かなと思います。それを実現するため山田監督がまず必要だと考えたのが低反発バットへの慣れ。通常冬場の練習では走り込みや筋力トレーニングが中心となります。しかし山田監督は低反発バットでのバッティング練習を欠かしませんでした。そして球の見極めもより重要度が増します。従来の金属バットではボールゾーンに来た球もバットに当てればそれなりに飛んでいたものが、低反発バットではストライクゾーンの球でなければ凡打になる可能性が高くなるからです。高校野球の大変革を追い風に、熊本国府の守り勝つ野球で活躍を誓います。堅実な国府と、要はもう全てにおいて攻撃面、守備面硬いなというような、国府高校を見せれたらなというふうに思います。当初から守り勝つ野球っていうのは目標にしてずっと取り組んできているので、やっぱりそれをしっかり全国の舞台でも発揮して、そういったこう強豪校と言われるようなところとでもしっかり接していきたいなというふうに思っています。